多分私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋にさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい。君との日々もじゃなくてよかった。もう泣かされることもないし、私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れでも、時間が経てば忘れてく。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう伊藤児玉です。今回は、ゆうりさんのドライフラワーを簡単にして叩いてみました。半分お休みなので、すぐ終わります。結構気持ちいい感じのアレンジに仕上がったので、ぜひ楽しんでみてください。じゃあイントロからいきます。違う、イントロはない。1番サビ終わりの色あせるから始まるんですけども、最初のフィルですね。入りのワン、ツー、タントン、タッタトンっていう音なんですけど、
タン、まずはスネアとシンバルですね。いろせるワン、ツー、タン、タム、スネア、タム、フロア、タントン、タットトンっていうフィルから入ります。これはあの歌からカウントしていくと入りやすいと思うので確認してください。ワン、ツー、タントン、タットトンで、シンバル入れたらクローズハイハットでビート1個目です。トンツ、タンツ、ウッドン、ダンツっていうシンプルなビートを使いました。ちょっとやってみます。まあそんな手こずんないだろうというビートですね。でそこから A メロに入る前のフィルがあるんですけども、そこでスネアがちょっとずれます。ドンツッタ、右左っていう風に、手が交互になるんですけども、ドンツッタ、ジャーン、ターンっていうリズムですね。ワン、ツー、スリー、フォー、ドンツッタ、ジャーン、うん、うん、ターンまでを、フィルとします。ちょっとやってみますね。はい、そしたら A メロに入ります。A メロが、まあ、サヨドン、ツタ、ジャーン、ターン、ジャーンの頭から A メロなんですけど、ジャーン、うん、うん。これリムショットですね。クローズリムショットで。あ、で、2回目が、1、2、3、4。ハイハットが入ります。3回目が、1、2、3、4。という風に、増えていきますね。最初何もないところからリムだけで、次の頭からキックが入るんですけど、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーで、最後がワン、ツー、スリーですね。はい、で、一番最後がドン、タツー、タツー、タットン、タツー、タットンですね。まあ、別にタットンもタットン、まあ、どっちでもいいです。これはタツータットンでもいいですね。ここの流れでやってみますね。はい、そしたら B メロに入ります。 B メロは最初と同じビートです。トン、タン、トン、タンを3回やって、4小節目がオープンハイハットになります。もうオープンハイハットにしてるだけです。トン、タン、ウッドンで、フィルがタッカトン、これ使ってますね。スネア、スネア、タム、よく使う形です。タッカトンね、を入れたら、C メロになるんですけども、 C メロになったらライドに移ります。まあ、シンバル頭に入れたらライドで打つんですけど、キックはシブです。ドン、ドン、ドン、ドンで、ドン、タッ、ドン、タッになります、ね。で、そこのフィルが、ドン、タン、タッカトンっていうのを使ってますね。ドン、タン、タッカトン。これちょっと流れてやってみましょう。はい、で、デモ無視できずに少し返事みたいな歌詞のところで、ちょっとビートが変わります。シブです。ドン、タン、ドン、タンっていう風にやって、次オープンで普通にハイハット、トーン、ツー、タン、ツー、まあ、ツー、ツー、タ、ツー、ツー、ツー、タ、ツーっていう風に、シブから8分に変わって最後のフィルでサビ入りになります。これちょっと流れで見せてみますね。
はい、フィルの最後のツーツーツータカタっていうやつはまあ3連符なんですけど、右手から始めると右左右左手でシンバルになります。タカタジャーン、まあどちらも左から始めてもいいです。これはツーツータタタジャーン、左から始めると右手でシンバルになっていきやすいかなって感じです。両方ともできた方がいいですけどね、好きな方でやってみてください。そしたらサビに入りますね。サビは簡単です。ドッタッチドッドッタッチをオープンハイハットで打ってるだけです。まあこれは間にフィルタッカトン入れて続けてるだけなんで、繰り返しやってるだけなので見て確認してみてください。が終わると落ちますね、一回、感想みたいなところですね。のところはジャーンツッ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 ってハイハットをずっとシブで打ってます。でそのうちツッ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 に変わっていきます。まあキックも一回ずつ増えてあったり増えてったりしますんで、これは映像を見ながらでもわかると思うんですけど、譜面見て確認してみてください。で、最後ですね、止まるところがあるんですけど、盛り上がってって急に止まるんですけど、そこの手だけやってみますね。はい、そんな感じでツーツッタツッタツーで止まって、ちょっとお休みになったところで、ラスサビですね。のところでジャーンタジャーンタジャーンツータツータカタタカタ、これが多分ここの曲で一番難しいんじゃないですかね。ジャーンタジャーンタジャーンツータツータカタタカタ、キックとシンバルは一緒です。ジャーンタジャーンタジャーンツータツータカタタカタ、キックのところ以外はあとタカタタカタの頭だけキック合わせてくれればあとはまあ大丈夫です。ドーンツ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 ドーンっていう感じですね。これも、ここだけちょっとやってみますね。まあ、でキックもし意識いかなかったらタカタタカタのところはキックなしでもいいです、どっちでもあまり変わらないので、あまり気にせずシンバルのところだけ合わせてくれれば問題ないです。でサビをもう一回やって、ずっとずっとのところで伸ばしてますね。これ見て確認で大丈夫だと思います。ずっとで伸ばしてトン、フルは一発なんで、これもまあ見て確認で大丈夫じゃないかなと思います。でアウトロですね。アウトロが結構すぐ終わっちゃうんですけど、ドーンターンってそのまま、ビートサビのビートをやってもらって、ドーンスタッジャーンって一回シンコペーション入ります。フィルでタッカっていうのを入れてるんですけど、その後もう一回普通のビートに戻ってビートを2回やってまたタッカってやったら曲がおしまいです。シンコペーションのところからやってみます。はい、これで全部終わりです。短いですね、半分から入ってるんで半分の長さになってます。だから曲はやっぱ流行り曲なので、僕もよく聴いてやろうかなってすぐ取っかかろうと思ったんですけど、意外と細かいのがいっぱい入ってて完コピしようとするとめんどくさいんですけど、全然ビートを普通にしてやると大して聴き心地も変わらないんですけど、簡単にそれっぽくちゃんとできるので、フィルのところだけ確認してもらったら歌いながら練習するのにとてもいい曲なのではないでしょうか。最初から頑張ってチャレンジしてみてください。以上です。